はい、皆さんこんにちは、ドゥちゃんです。ドゥタンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天这个影片呢是要跟大家讲一件事，就是文当他们公司的同事的家人有人新冠肺炎确诊了。一开始文当是传赖跟我说他的同事的家人确诊，因为虽然看电视好像说日本确诊的人很多，可是第一次这样在身边好像真的有人确诊的感觉，所以我就吓一大跳。ニュースとかでね騒いでるけど、あまり身近でねあることがないから、ちょっとね危機感がねなかったんですけど、ちょっと。所以我一开始看到 LINE 的时候真的吓了一大跳，然后文当 LINE 又说他今天有跟那个同事讲话，我又更吓死了。結果的にはですね、おばあちゃんだけ陽性で、その他の家族はうちの現場に来てた、職人さんも陰性だったんですよ。まあうちの現場としては、まあもっとコロナを強化していく。会社なんか対策とかある？アルコール消毒を至るところにしたりとか。一开始是说文当那个同事的奶奶确诊的时候啊，那个同事他就也有去接受那个 PCR 检查。虽然说那个同事没有跟他奶奶住在一起，可是只要确诊了，就还是算是浓厚接触者，还是要去检查。还好测出来是阴性，所以文当他们公司还是正常去上班。那如果测出来是阳性的话，那文当应该也要去 PCR 检查。来てる職人さんが陽性だった場合は、2週間現場が止まることになる予定だったんですけど。まあ幸いにですね、その方も陰性で良かったですし、結果的には良かったんですけど、かからないことがまず対策しないといけないんで、うちの現場としてもですね、飲み会とかもう全く行かなくなりましたし、どうしても送迎会とか誰かがいなくなるからしたぐらいで、もうそれ以外の本当不要な飲み会ってのは全然なくなったね。そう、昔は結構週1ぐらい行ってる感じがするんだけど、そう今は全然ない感じだよね。ね、まあちょっと寂しいけど、まあしょうがないかなっていうね。まあやっぱり対策いろいろしてて、マスクとあとジェルタイプのアルコールをもらえるんですよね。家に持って帰ってもいいし、現場で使ってもいいし、すごいありがたいんですよね。うん、それがすごい、本当ありがたい。あと、やっぱり日本今テレワークが多いんじゃないですか。でもやっぱり文旦の仕事が現場行かないとやれないので、非常事態以外は全部会社出社しないといけない感じかな。まあやっぱり現場を動かさないといけないんで、どうしてもテレワークっていうのができないんですよね。自分もずっとマスクしてますし、あの前日本で全然なんかみんなマスク買えないんじゃないですか。今普通に買えるんですけど、その時も文旦の会社がマスクをくれたんですよ。これ何枚入りかな。50枚入り。50枚入りでね買ってもらったんですけど、手に入れるの当時結構大変だったんですけど。そう、その時にどこでも買えないんですよ。所長が頑張ってくれてなんか手にすることができて、まあ、これ今も使ってます。うん、足りなかったらまた申請すればまたもらえるらしくて、そういうところがやっぱりすごいなと思います。因为日本现在有很多店是有规定说只要你没有戴口罩你都不行进去，真的是2020年的新生活的感觉吧。那除了那个公司的口罩之外呢，我跟文当还有自己去买一些我们两个在家里自己可以用的，就例如说像这个，このね、アルコール消毒を買いました。而且这个是ジェルタイプだ。そうそう、ジェルタイプでヒアルロン酸が入ったりしてて、手荒れ防止してて、なんかいいなと思ったんで買ってみました。あの最近は本当よく洗いすぎて肌荒れの人が多いんですよね。そうそうそう、な結構アルコールって肌が荒れるんですけど、これは結構なんか荒れないよね、いい匂いだし。しかもこの量めちゃくちゃ多いんですよ。大家看这个是用挤出来的。ドゥンドゥン。有看到吗？ほら。見えるかな？見えるかな？你们看，很咕噜咕噜的。这个是我们两个在唐吉诃德买的。いい匂い。強すぎてびっくりしたよ。いい匂いで言って匂ってみたんだけど、めちゃくちゃきついじゃん。いい匂いだよ。急に来た感じね。まあルーちゃんと俺どっちもお酒あんま飲まないんで、アルコールに耐性があんまないかもしれないですね。そうそう、びっくりしたよさっき。急に鼻にブーンって入って。我们两个自己觉得这个还不错啊，它量很多，我们两个用很久都用不完。那除了那些之外呢，我们两个也比较常在家里吃饭。像我们上个影片有介绍文道吃那个蒸拌面，辛いけど美味しかった。对，然后蒸拌面他们可能就看到我们那个影片，他们就寄了一封信给我说，一定要让文当先生吃看不辣的口味。そうね、辛いからちょっと食べれないって言ったからね。そうそう，那应该蒸拌面想说，哎，我们明明就不辣的，你怎么给他吃这么辣的？所以蒸拌面就寄了两盒礼盒给我，一个是蒸拌面的礼盒，然后一个是蒸粉的礼盒。蒸拌面的礼盒其实我们两个已经吃很多了，反而是有六包，然后我们两个已经吃到就是只剩下两包。ほとんど食っとるやん。そうそう，いや、めちゃ美味しいんですよね。今日もね、あのごま味を食べさせていただいて。对对对。めちゃめちゃ美味しかったです。今天我给文当吃那个黑金芝麻口味，它是全素的，然后还另外加了蛋，还有那个不是贡丸，
啦，就是肉丸给文档。そうそうそう。しかもその中にゴーマンとあと卵も入れてくる。ゴーマンじゃないの。あの日本のミートボールなの。ミートボールなの。そうそう。ゴーマンはもうちょっとなんか歯ごたえがある。あ、確かにね。ちょっとねプニプニ感があるよね。そう。今天文当吃的是ミートボール、肉丸。あ、あれはミートボールか。うん、然后就很大、很好吃、很好吃。ほとんど食われちゃった。え、真的、因为真的很好吃。因为其实我本来就是只有吃过我上个影片拍的那个口味、然后这次可以吃到其他口味、想说也太好吃了吧、很神这样子。いや、お店側はね、運搬に食べさせてほしいって言ってたのに、ほとんどルーちゃんが食べちゃいました。大丈夫、私またサイトを使って他の味も頼んだから。あなたに食べちゃんと貢献してるね。うん、ちゃんとあなたのことを考えてるから。好吧。很棒。另外还有蒸粉，蒸粉我们两个比较还没吃，因为我不太知道怎么跟文章解释米粉这个东西，所以就还没给他吃。嗯，これも麺だけど、あのちょっとそうめんの感じかな。あ、細いんだ。細い細い。これも結構有名なの。あ、そうなんだ。文章还蛮想吃的，给他试试看。同じメーカー？嗯，同じメーカー。優しいの。すごいね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。你要跟人家说谢谢。谢谢。谢谢。除了蒸拌面之外呢，还有我的朋友，他们也有从台湾寄一些东西给我，可以在家里吃。像是他们有寄这个台湾的珍珠奶茶给我。家でタピオカミルクティーとか飲めるってこと？そうそう。友達が送ってくれて。一緒に飲もう。然后还有这个家人干贝海鲜粥，これおかゆなの。一日だけで食べれる。哦，楽だね。嗯，美味しかったよ。然后还有芝麻蛋卷，然后还有这个益美的巧克力小泡。あ、俺これ食ったことあります。这个也是文章喜欢的，他很喜欢吃这种小泡芙。日本だと結構あのチョコシューってあの外がね結構ふわふわなんですけど、これちょっと固めなんですよ。固めの方が好きなの。私ふわふわあんまり好きじゃないのかな。あ、そうなの。うん、我们两个最近就是比较常在家里吃东西这样子。其他大都市的情况毕竟没有住在那里我不知道，但是我是觉得熊本感觉还蛮稳定的，然后其实每个店家都还蛮注重消毒啊那些的。现在每个店家外面都一定会放酒精，不然进去的话一定会量体温。我们有时候出去吃饭的时候也会发现说前面客人离开之后店家会拿酒精消毒，我是觉得做得算蛮确实的。自分の身近にはいないかなみたいな舐めてた部分があるんですけど、出てきたらもうちょっとより一層ね注意払ってマスクとかも外出るときはして、まあ、アルコール消毒も持ち歩いてね、もっと注意しないと。皆さんも体には気をつけてください。気をつけてください。うん、希望大家都可以好好的度过这一波。那我们就下次影片再见啦，大家再见，拜拜拜拜拜拜。そういえばね、ずっと思ってたんだけど、ルーちゃんの服ガンダムっぽくない？ないよ。キシンキシンキシン。運搬行きまーす。プシュー。終わり。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。